4+3+5 で12点入ってない場合4、次のターンとのクリーチャーを通しても大体死亡という。どうしたらいいのかな、まあ、畳めようみたいな感じかな。それでも一応はやってみようか。カーブの15で3枚引きました。ましたが解決はできませんでした。とこれは無理だわというようなことを言っているんじゃないでしょうか。これでエデムさんが一本のところなんですけど、はい、他のテーブルはどんな感じでしょうね。そうです、真ん中がサポールさんなんですけど、はい、自由はサクサクというような、まあ、投了っていう、投了の際にいうセリフの一つで、結構ね、どのゲームから来てるのかなと思って、ゲームって挨拶だったり、まあ、握手のような続きだと、ベルクエイドはたくさんゲームしたねみたいな感じよくやったよとかそういう様子なんですけど、まあ違う世界では最強の青森で使われる。でも立ってる側からね、 GG って言われてベルクエイドにあるし、そうですね、2枚ありますね。やっぱりちょっと我々としては啓蒙していきたいと思って、 GGG は非常に失礼に負けた側が言ってくれると、手を差し出して GG というのが綺麗あるべきです。それだとね、ちゃんといいさやで収まるんですけどね。はい、これは、はい、ガブリエルさんとベルナルドさん、はい、ミラーマリ状態の組み合わせですか。白赤状態、白赤、はい、同型のように見えますが、カードの品質には大きな差が、ただでも色を持っているので、言われたら GG って言いたい。最悪なのは GG って言ってからゲームが決まる時間を捉えるとか、精神的に結構ストレスが溜まってしまいます。で、かなり贅沢に5点ダメージを与えたのですが、それを除去されちゃったのでどうしようかなという状況ですね。ちょっと贅沢すぎたんじゃないかな。クリーチャーの経営を進めて速攻をつけて5点を入れたのですが、この環境って1枚のカードは1枚のカードでしか対処できないっていうのがかなり特徴付けられているセットなんですよね。なのでこういう感じで、対処されると2枚か
ード使ってこれこの程度かっていう状況になっちゃうと厳しいですね。部屋34でプライチカウンターの上級保証ですね。カードですよね。はい、で先ほどまで圧倒的な差がついていたように見えたんですが、逆にきつい立場になったと。ミラーマッチ、同型の対決のことをミラーマッチと言うんですが、右側が先に必殺技を使った結果、左側が分かったみたいな感じで、はい、無理やりこじ開けたこのターンをプラス2プラス1がかかっていて